Hello everyone, welcome back NIhon-buyo channel. I'm Chinami Hananomoto. I am a NIhon-buyo dancer. It is one of the traditional Japanese dance. So today I want to talk about the secret of our body. Yes, so I often asked why Japanese people are so thin. Actually, the average weight of a Japanese woman is around 150 pounds and the BMI is about 21. Yeah, so why? Actually, our body have a secret. So let me first focus on the secret and later I'm gonna show you a short video of my what I eat in a day. Okay, let's get started. はい、ではここからは日本語を使って説明していきます。できるだけシンプルにお話ししようと思います。では結果からいきます。実は私たち日本人の体はインスリンの量が少ないと言われています。インスリンって何って思われた方、大丈夫です。ここから説明していきますね。まず私たちの血液の中には糖が含まれているんですね。そしてその糖を細胞に運ぶ役割をしているのがインスリンです。まあ、ウーバーイーツみたいな感じですね。はい、一生懸命運んでくれます。そしてこの細胞はもらった糖をエネルギーにして活動します。そして余った糖は脂肪として蓄えられるわけなんです。しかし私たち日本人にはもともとこのインスリンの分泌量が少なかったり、あと効き目が良くなかったりします。なのでこの糖が細胞に届く量が少ないので脂肪も少なくなっているというメカニズムです。しかしいいことだけではなくて、血液の中の糖が運び出されないので私たちはそう、糖尿病のリスクがとても高いです。私の周りだけでも、私の母親、おば、おじ、あと母親の友達4名がもうすでに糖尿病です。糖尿病になるとこう足りないインスリンを注射で打って補填したりします。はい、なので糖尿病にならないようにするためにも、私たち日本人にももちろん食事制限やあと運動がとても重要になります。この私がやってる日本舞踊をエクササイズとしてやってる方もとても多いです。はい、これが私たち日本人の体に隠されている秘密でした。まあ、一長一短なんですけども、やっぱりバランスの取れた食事と運動は必要ということですね。はい、それではここからは私の What I Eat in a Day のビデオを見ていただこうと思います。私の1週間は6日間のヘルシーデイとあと1日のチートデイでできています。はい、でこのヘルシーデイズの、ビデオはもうすでに投稿しておりますので、興味がある方そちらを見てみてください。今日はチートデイです。チートデイはこうがむしゃらに食べるっていうよりも食事をエンジョイするっていうことに私はフォーカスを置いています。もう私は食べることが大好きなので。はい、ではご覧ください。はい、それではここから私の What I Eat in a Day を見ていきましょう。この日は前日からお友達のさとちゃんが泊まりに来てくれていたので、彼女がベッドルームを使っていて、私は和室で寝ていました。そしてお腹が空いて起きたようですね。私はなぜか朝すごく食欲があって、しかも起きてすぐ食べたいんですね。なので友達を起こさずにさっさと自分だけ顔を洗って、そしてこれは抹茶クッキーチョコですかね、それを食べました。そして続いてはパンですね。こちらカンパーニュ、しかもクリームチーズとクランベリーが入っています。トーストしたのを2つとしてないのを1つ用意して、牛乳もちゃっかり注いでいただきますと、もうこうなったら誰も止められません。こんな一日ですが、どうぞお付き合いください。
こちらがお友達のさとちゃんです。さとちゃんも無事に朝ごはんを食べました。そしてランチまで時間があったので、このような渦を見に来ました。はい、ここは2つの海流が合わさるので、このような大きな渦が見えるんですよ。すごいですよね。はい、そしてランチはこちらのうどん屋さんに来ました。あー、お腹空いてきました。はい、次の方。温玉ぶっかけのショーください。あったかいんですか？あったかいの。はい、これが私のランチです。おうどんと、これは天ぷらですね。ゲソとちくわとイカです。日本には生卵を食べる文化があるので、おうどんにも絡めていただきます。天ぷらも食べて、そしてお汁まで飲み干して、ごちそうさまでした。完食いたしました。はい、ビッグランチを食べてお腹がいっぱいになったので、エクササイズを兼ねてこちらのお寺の中を散策してみようと思います。おみくじがあったので引いてみることにしました。え、何、大吉なんだけど。すげーじゃん。なんだよお前だけ。大吉なんだけど。10年ぶりぐらいに大吉を引きました。何かいいことあるといいんだけどな。鐘を鳴らした後はディナーに向かいます。はい、ディナーになります。ディナーは、新鮮な魚が食べられる人気屋さんに来ました。ここで定食をいただきます。ありがとうございます。皆さんいただきます。今日分からんけどいただいています。はい、そしてこちらが私のディナーです。ご飯、お味噌汁、天ぷら、お刺身、焼き魚、そしてわかめです。うまい。ありがとうございます。ここのお刺身は本当に美味しいんですよ。最後はビールで流し込んで、ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。ディナーが終わ